はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。墓王2頭を前回倒して、まあ、次どこ行くかって言われると小ロンド遺跡かなと思ったんですけれども、少しまたイベントを進めていきますか。いろいろとなるべくね、なんかこう苦戦しないでね攻略したいん でレア様とかが、あ、なんだ、注ぎ火が行われた。だから誰かがね注ぎ火をするとエストビンが1個追加されるんですよね。レア様が戻ってきてるはずなんだけどな。どこ行ってしまったんだ、私がついていながら。あれ、レア様って浄化不死教区にいなかったっけ。ちょっと上へ行こう。あと変なペテン師みたいなやついたじゃないですか。あいつもね棺の採地場に来るはずなんだけど、今オオカミのあれ装備してんのか。そういえばこれはまあ貪欲な金でいいか。浄化不死記憶、あれ魂になってる。人間性ペンダント、あれ死んでここにいた気がするんだけど、あれあいつに殺されたんだっけ、さっき話したやつ。ペンダントを見よう。ペンダント、ペンダントって何。これではないね、キーアイテム的なやつ。説明書きがねあるはずない。普通の道具、ペンダント何の価値もない、何の効果もない、ただのペンダント。だが辛い旅にはむしろ温かい思い出が必要なのだ。あれバックスタブとかこれは関係ないけど、ちょっともう一回、あのなんだっけ、ペトルスだっけ、ペルトスだっけ、相変わらず名前が分かんないけど、あいつに話しかけてみよう。ん、どっちだっけ、こっちだっけ。なんですと。では、お嬢様はもう何ということでしょう。おいたわしいことです。私の力が及ばないばかりこんなことに。ククーって、あ、すみません、奇跡ですね。こいつが売ってくれるのかな。家人はね、機関のコッペンがあれば全然なんとかなるんで、限られた大回復は別に1回しか使えないし、これと言って欲しいのはないね。いや、特に話すこともないな。話すっていう項目がない。で、もう一人のあいつどこ行ったんだっけ。こっちの方だっけ。あ、いた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 。よう、またあんたか、よく会うな。ちょうどよかった。追いはぎ家業はやめにした。真面目な商いを始めた。お宝だらけ、格安で譲ってやる。ちょっと見てみろよ。別に穴に落とそうってんじゃないんだ。ジェスチャー、土下座。アイテムを買う。死の瞳、女神の祝福、七色石10円。これちょっと20個くらい買っとく。なんか落とすときにね役立つからね。人間性売ってんじゃん。人間性の双子も持ってんな。回復、限られた大回復、これはいらない。三日月斧、メイス、タリスマン、タリスマン、父の仮面、母の仮面、この仮面、
生殖。あれ生殖って、ああ、あいつらのやつか。追いはぎしたんだろうな、きっと。もういいか。人間性とか余裕があったら買いましょう。騎士、聖騎士手に入れたよね。そう、寵愛もなんかどっかで拾ったんだよな。アノールロンドンどっかで拾ったんだよな。あれない。あ、聖騎士 12.9。 いやー重い、結構重いね。金騎士も重いよな。やっぱり装備重量を上げていかないとダメか。じゃあちょっと一回狭間の森あたりに行って、やっぱりヒドラを倒そう。あれ、ここまで来たけどさ、かがり火が、かがり火全然ないんだけど。しかもこいつは攻撃してくるからね。もうすえ、そうで引っ張った。先手必勝。おお、いて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 、これがめんどくさい。水に足場を取られるからね、ちょっと錆びついたなんちゃらを装備しておきましょう。今安全だよね、ここ。これ接近すればね、ブレスはもう入ってこないはずなんだよな。もう一回あれを取ってから。よし、ここら辺にサインがあるってことは、あんまり行き過ぎると死ぬからね。ほら、ちょっと待って、ね、ちゃんと縦受けしよう。入った、はい。エスト飲んで、ほら、どうなってんだよくわかんねえな。ほら、首の数はだいぶ減ってんね。あんまり生きてると本当に死ぬからな。あとはもうこの繰り返しだ。うわ、死んだー。行き過ぎたー。よし、とりあえず来たけど、またあんまりやりすぎると落ちて死ぬからな。4本くらいはまあなんか普通に倒せんだよね。性がわからないからな。どうだ、無理か。よし、なんかダメージ当たったっぽい。あと、あと、あれだけ？あと2本か、こっちの方だな。これこそ弓の方が良さそうだよね。待って、これさ、こっからさ、本体にあったらどうなの？え、ちょ、待って、ノーみたいなことやってんだけど。
矢がセットされてないとか、そんなはずないよね。ちょっと、あ、矢が違うんだ。こうの、こうで、あ、当たる当たる。本体狙いは最後の1本くらい。よーし、倒したー。竜の鱗。お、なんだ、常闇の指輪みたいな手に入れた。これどこだ。あんまり行き過ぎるとマジで死ぬ。指輪を見てみよう。どれだ。魔法の使用回数が増える。ヒットポイント半分になる。それはきついな。でね、こいつを倒してこっちの端の方からで、こっちの方死なないところで、で、あれ上行けるんだっけ。あ、そっか、上来たところがあれだ、さっきっていうか前回ヒドラがいたところだ。これ死ぬ。え、大丈夫。あ、行けるよね。そうそう、こっちに行ける。あんまり中の方に行くと死んじゃうから、左端、とにかく左端を走っていく。そうに切り替えよう。敵がいるはずだから。あれ、ちょっと待ってね、ランタンももういらないから、これは一応呪術にしておこう。あれ、ちょっと誰もいないな。労働すればいいかな。いたいたいた、キラリいた。ほら、え、結構硬くねえか。そんなことなかった。おう、イエーイ。話しましょう。あなたが助けてくれたのですね。ありがとうございます。深く感謝いたします。ウーラシールの宵闇っていうのかな、あなたとは違う時代、とても古い時代の人間です。ここに長く留まることはできません。このまま消えてしまう前に一つだけ聞かせてください。私の故郷ウーラシールは古い魔術の地です。その知識をよろしければ恩人たるあなたのお役に立てたいのですが、それはあなたに必要でしょうか。必要です。そうですか、それは嬉しいことです。それでは私はサインを残していきましょう。必要な時はサインから私を召喚してください。もう時間のようです。あなたに炎の導きのあらんことを。さようなら。これでどっかにねサインが現れるん でそこから買い物ができるということですね。まあとりあえずここはこれだけ。で、このサインかな、さっきヒドラがいたところの岩のところですね。召喚サインには触れたんで出てきましたね。ウーラシールの宵闇、参りました。何なりと私に仰せつかってください。ジェスチャーを学ぶ、丁寧な一礼。アイテムを買う、見えない体、照らす光、修復、擬態、見えない武器。あ、こういうのか。ウーラシールの白い枝。あ、特にな、魔法使わないからね。そんなに見えない体とかなんか場面的には役に立ちそうだけど、見えない武器はあれだよね、対人戦とかで役に立つよね。
クリスタルゴーレムに囚われていた。故郷を離れ世界の歪みをさまよっていた。あなたに助けてもらった。もうずっと前にそんな希望を捨てていた。嬉しくてとても信じられなかった。さようなら。あなたのお役に立ちたいのです。すげえ死体の血の跡がいっぱいある。やっぱ命の恩人っていうのはね、惚れられる要素だよね。まあ、そんな場面普通ないんだけどね、日常生活では。でここはまあこれで終わりかな。で、再び北の不思議に戻ってきて、あったかふわふわを少しやりますか。あるものだけでも。あれもうなんか何も言ってくんないのかな。とりあえず置こう。まずはこれとかってさ、なんかできたよね。でセーブして労働すると。あったかちょうだい、ふわふわちょうだい。え、もうさっきあげたよ。お、くさびし。オッケー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 。じゃあ次はあと分かんないけど、なんか金貨とかそこら辺もできなかったっけ。ゴミくずも確かできたよね。はい、くさびしの塊と。あったかじゃないよ、ふわふわじゃないよ。断られてしまった。ノー。あれ銀貨とか金貨とかってダメだったっけ。あとは苔玉とかも一個ずついけなかったっけ。お、いけそうだね。よし、草 BC。 こっちの苔玉もいけるけどな。まあ6個あるし、いや、あれ、ちょっと待って。お、くさびしが2個になった。よーし、まあ、とりあえずこんなもんでいっか。であともう一つここに来た目的が、実はねデーモンがいるんですよね。前回来た時は戦わなかったんだけど、多分勝てないと思って。このね下にデーモンがいるんで、まあ、ちょっと死んで戻されるのもあれだから、まずはブックマークをつけておきましょう。いってえな。よし、では行きますか。うわー、いけ、そうだ、忘れた、こいつらも来るんだった。待て、あの骸骨くんは排除できたか。ドスンが来るか。 あれだけ気をつければいかんね。うん、やばい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 。 OK、 間に合った。あとはゴリ押す3連続。いや、不装が強い。やっぱり黒騎士の不装マジ強いわ。人間性と機関のコッペン、原版ですね。よーし、出血が有効。あ、そうなんだ。もう割と今更感だけど、ここで死んだ人がいる。
あれどっから戻んだ、それで。ここか。あ、でここに出てくんのね。なるほどなるほど。ちょっとソウルがあるからまたレベルアップしますか。筋力ね40まで持ってきたいんだよね。でここはもう転送で帰ります。次の催事場。あとはどこへ行く。一旦エストビンを回復させて、大龍河が40だったはず。これそうだよね、これ使いたいんだよね。能力補正が若干低いけど、大龍河って鍛えるのに龍の鱗が必要だからな。まあ果たしてそれに見合った力が出せるのかって言われたら微妙だけど、まあ趣味的なものですね。はい、じゃあ小ロンド遺跡ですね、やっていきましょう。まあヒモリメのね魂を取りに一回サクッとだけ行ったんですけど、あこいつそうだ、青ニートくん死んだんだここで。あちなみにね筋力40まで上げてこの大龍河を装備してます。まあ完全趣味ですね。ほら叩き潰す。線とかえ何もアイテムくんないので、こっから先のね、なんかなかったっけ、なんもないか。その亡霊が出てくるんですけど、亡霊に対処するためにはこの一時の呪いをね使わなきゃいけないんで、これをちょっと使っていきましょう。要は呪い状態じゃないと攻撃が通らないと、まあ、そんな感じになります。で一時の呪いもね一時なんで5分間くらいだったかな。まあ、呪いが解けるとまた使えるようになるん で1個4000円するんですよね。これあんまりいっぱい買ってはない。一発で出せれば OK。 おなんかある。あやった手に入れた。出てきしょう。まあ、アイテム発見力は上げてるんで、なるべくこの呪い状態のうちにいろいろと進んでいきたいけど、ここら辺あなんか出てきた。いきなり出てくるかなこいつら。もう壁とか関係ないからね幽霊だから。まあ、本当は不装の方が良さそうだけど。そしてあ間違えた。対して経験値も持ってないんだよね。向こうに白い壁が見えるけど、ほらいっぱいいるな。いた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 い。やばい。ほら おとなしく不装にした方がいいかな。ただ結構数的なものは倒したよね。パリリングだが、おなんか来てるね。ゴリ押す。いけるわけではない。道がわからない例によって。あこっちはいけるね。ほら絶対不装の方が使いやすい。
この一時の呪いが切れたら不走に変えよう。なんか向こうにアイテムがあったけど、なんだ弓でめっちゃ狙ってきてんのかな。はしごがあったね。ちょっと無視しちゃったけど、ここはいけない。下は降りられる。あっちのはしごも気になるけど邪魔。メッセージがあるからね。降りられる。向こうだった。メッセージ、あ、これなんだ。多分ショートカット的なあれかな。ちょ、ごつすぎるマジで。いや、大竜がいいよね。叩き潰しのね、ロマンを感じる。いた。こういうとこだとさ、絶対使いにくいよ。向こうとか行け行け行けるかわかんねえし、これ狭いところでもね、お構いなしに来るからね。ほらほらほら、一体どんだけいるんだよ。あれ、なんか怒ってる。一時の呪い、あれ、ここに怒ってたんだ。さっきなかったよね。ここら辺から使っていくか。じゃあ、不走に切り替えました。やっぱり武器は不走だよね。で、はしごを下ろしたから、なんかどっかから行けると思うんだけどな。使いやすい、マジで使いやすい。出が早いね。出が早いというのがいいよ。なんかこっちの方から登れるような気がするけど、行き過ぎると死んじゃうかな。こういうのってアイテム、あ、アイテムだね。一時の呪い、どこだ。なんかここら辺だった気がするんだけどな。これ行き過ぎると死ぬよね。ほら死んだ。え、何これ、どっから行くの。さっきのはしごのところの意味がわからん。こっちってわけでもないよね。はしごを下ろした意味がよくわかんねえな。まあいいか。頭上に注意、走ってこう。やっぱね、不走が強いよ。不走が戦いやすい。あとは囲まれるとね、やっぱり厄介だからね。お、びっくりした。普通の人か。なるべく、はい、よいしょ。どこから来てる。後ろにもいるね。囲まれないように、囲まれないように倒していこう。よいしょ。まあ不走であれば片手でも一撃だからね。だいぶ倒したかな。攻撃が有効。なんかまた攻撃されてんな。エストはいっぱいあるからちょっと飲んじゃおう。いて、左に注意。ほら、うん、後ろから来てるか。高名な騎士のソウル、やばい。ちょっと待って、どっから来てるのかが分かんない。いて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 、よし。こっから先は死ぬ、わからん。まだ呪いが続いてるね。意外に
長いな。攻撃が有効ってどういうこと？全然違う、隠しツールかと思った。呪いが解けた。この広場、普通のさプレイヤーファントムがいまいち分かんないんだよね。亡霊に見える。何も見えないけど大丈夫。ここら辺すげえ暗いそうなんだけど、なんかアイテムがあった気がするけど、なんかいる。訪問者とは幽霊以外は久しぶり。王の器を持っとる。お前さんが目的は分かっちょる。小王に用がある。封印の鍵じゃ。ありがとうございます。最深部、水門を開いて進むがよい。一つ忠告、深淵と呼ばれる闇に住んでいる。尋常な人が行けるとこではない。アルトリウスだけが深淵を歩いた。彼を探し力を借りれば深淵に入れるかもしれない。こいつなんでこんなとこにいんの？どうした？何でも協力するぞ。おう、そっか、解除してもらうんだ。一時の呪い。あ、安い。ここ買おう。5個くらい買っとこう。どうせお金あるし死んじゃうし。ダークレイスを封じるために滅びた。心するな。ダークレイス、人とソウルの生きる全ての敵。二度とこの世に払ったんならん。ダークレイスとかなれなかったっけ？これさ、ランタンあればさ照らせんのかな。一時の呪いがすげえっぱな。で結局こっちへ行けってことか。やっぱり左に注意はもう大丈夫で、ここ降りろと。でここはどこだ。ん、いまいちわかんねえ。わかんねえけどなんかある。あ、これアイテムかと思った。ただの光か。なんか重要系なアイテムかと思ったけど、なんかいろいろいけるけどな。これなんだ。どこをどう歩いてんだ俺は今。コンポジット棒。弓はなんかもうファリスの弓があればね十分だからね。幽霊は出てこないね。下まで降りてみようか。おー、びっくりした。仕掛けが動かない。これ何、こっちがいける。お、封印の鍵を使いました。これで動かすのか。よっこいセット。水門の鍵だね。暗くてよくわかんない。で結局どうなったんだ。結局だってこれ動かないもんね。げ動いたんだけど封印を解いたら動いた。エレベーターか。ちょっとまだな、いろいろ見たいところがあるんだよね。こっちの方とか。うん、じゃあこのまま上行ってあっちのアイテムとかね。おお、緑のかけら。
こんなもん。あそこはなんだ。あ、これあっち側か。なるほど、こっち側に出てきたんだな。そういうことか。上登って。で、こう来たもんね。亡霊。今も完全に戻ってるね。なるほどなるほど。少しずつ道が上がってきた。で、こう来てのこっちにはアイテムがあってので、こっち来てのこっち来てのこん中入っての下行ってのエレベーターで降りよう。どこに出てきたこれ。ちょ待って、どこ、ここ。あ、ドラゴンがいる。今なんかいたな。いるね。ん、来た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 。これ何、あんまり強くない。不装の前ではただの雑魚よ。おお、塊持ってる。ほうほうほう、こっから開いたんだな。あいつらを刺激するとめんどくさいことになりそうだからちょっと探索しつつだな。あいつらは幽霊じゃないから一応攻撃は通る。ん、いつ何時敵が出てくるか分かんねえかな。こういう横とかね。一回撤退する。暗い。ほんと見えないところから出てくるから、これこっち側とかいる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 ね。ほら、しかし俺のが強いぜ。不装最高だ。でまたこっち行けるね。かがり火が欲しいんですけど。来た。何、2回3回攻撃か。さすがにそれなりに食らうな。あ、げ、気持ち悪いやつがいる。おおおおおお、何これ。気持ち悪い。おお、爆発する。ゴール寄せ、よし。あ、なんか動きが鈍い。待って、エスト、エストが10個あって助かったな。よいしょ。まあ、きちんとガードすれば大したことはない。いるね。俺には見えてる。きちんと、あれ、ガードしてやられた。まだだ、まだ生きている。まだだ、まだ終わらんよ。全回復はしないか。戦利勝。こいつ盾持ってないか。
定アイテム、人間性。マジでさ、俺どこにいんの今。全然わかんないんだけど。お、なんかレバーがある。動かない。あれ、こっから来た、こっから来たっぽくね。お、違う、なんだ、どこだ。あ、ここ最初のとこじゃん、もしや。だいぶ迷ってるな。あとエストビン2つしかないからな。棺の祭事場だけでも1回注ぎ火しておいた方がいいかな。こっからすぐ来れるんだね。もう俺はどこに行ってんだか全然わかんないけど。あれ、また暗いとこに出てきた。見えないな。いるね。ほい。お、お、お、なんだ、ダークシールドみたいなの使ってる。これは一体ゴッドフィンガー使ってきた。しかも ソウル、あれは取りに行けないんだけど。この先幻の壁あり、どこ。おお、ありがたい。ってか細っ、無駄。あれ、おっと、いた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 。不装の火力の前では。あ、宝箱、いいね。大丈夫、大丈夫そうか。おお、塊、なかなかでかいねこれは。こういうメッセージね、ほんとありがたい。ダークソウルのね、すげえいいとこだと思う。これ、こっからいけんじゃん。いけるね。ひび割れた赤い瞳のオーク。え、ど、おお、来てる来てる来てる。こっから来るか。むむ、盾を構え出した。しかしゴッドフィンガーめちゃくちゃ好きあるよね。エストがなくなってきたな。これマジで、マジでどこ、どう来てんだこれ。あれ、またこっちに戻ってきた。かがり火はここら辺ないのかな。一直線で行けばなんか割とここまですぐ来れそうだかんね。上登ってこっち行って、注意すべきはサイド。ほら、いた、縦打ちして。何、2体か、やられたー。2体はちょっときついよな。ここまで来たけどさ、これどうなってんの今。一応呪いは使っておいたんだけど、水が完全に引けてるよね。水が引けたことによってさ、毎回ここに来るけど、でこっちか。なるほど、ここがショートカットになってんだな。敵が
敵が来るんだけど。さよなら。で、下に来ました。なるほど、これ上に上げとこう。仕掛けが動かない、めんどくせえ。敵がいるね。ここか。一体ずつおびき寄せよう。両手持ちであれば一発。あとは慎重に。いる。4連打か。一発で倒せなかった。どこだ？こっちでいいんだっけ？いつも分かんなくなる。一体ずつ戦おう。来るはずだ。いるのか、めんどっちいな。いってまだ呪い状態ではあるか。今のうちに幽霊も排除しておきたいといえば排除しておきたいんだよな。あれ、これさ、さっきのスライム野郎じゃん。弓でなんとかしよう。よし、オッケー。いた。あ、あれが近づいてきてね、爆弾くんが。もう一体剣士がいた気がするんだけどな。ほら、いた。よし、オッケー。お、こいつ塊持ってんな。おいしい。で、宝箱塊。なんか音がするけど。先生が必要。ああ、なるほど、聖者であれば呼べるのか。来てる。おりゃ。いいね。こっちも行ける？この先癒しあり。暗すぎて分かんないんだけどさ。こうやって下落ちちゃうでしょ、どう考えても。ここら辺に召喚サインが出てんのかな。で、この先が多分ボスだよね。もうちょっと探索していこう。すごい種火に注意。この先種火あり。
とても大きな種火、やったぜー。大体アイテムはこんなもんかな。そうするとこっから先はいけないね。そうだね、一回コッペン使って帰ろっかな。アイテム回収ということで3万ソウルもね、ちょっとレベル上げに使っちゃおう。じゃあついでに注ぎ火も行っちゃいましょう。はあ、エストビン15、もう一回いけるでしょ。はあ、エストビン20、 OK で生身に戻ってるんで、じゃあこれでショーロンド遺跡、多分ボス前に召喚サインがあると思いますので、まあボスの方に行きますか。でね、生身に戻ったんですけれども、ダックソやるのがね、もう1ヶ月ぶりくらいなんで、まあ、そもそもショーロンド遺跡死なずにね、ボスのところまで行けるかっていう問題があるんですけれども、まあ、とりあえずやりましょう、行きましょう。道とかも覚えてないけど。はい、じゃあボス前ですね、ようやく来たので、ここにビアトリスさんがいますので、こいつを召喚しましょう。ちょっとね、離れたところにビアトリスさんはいるので、召喚してから霧をくぐるか。で螺旋階段が続いているんですけれども、この下ですね、このアルトリウスの契約を装備してないと死んじゃうっていう。あれ、なんか戦闘してる音がするんだけど、ビアトリスで、まあ、いちいちね、螺旋階段をね、こう下っていかなくても、あのパッて飛び降りればいいんですけど、まあ行きますか。で前なんかね、途中で引っかかってね、落下ダメージを食らって死んだみたいな時もあったん。おお、来た。どうだ、暗くて分かんないんだよね。いた今。あ、大橋の盾になってんな、そういえば。いってで、早く倒さないとね、2体目が出てくるんですよね。ちょっと受けようで回復で、先っちょは多分そんなにダメージは食らわないはず。倒した。あ、もう2体目が出てきてるよ。ビアトリス攻撃してたかい。お、当たってねえじゃん。いったー強いで、ビアトリスの子全然攻撃してない気がするんだけど、ビアトリスさんとね、一般の人もね、なんかいたんで、タルカスさんっぽい人、これ普通の人だよね。あ、タルカス、これガチタルカス？なんか降りてったけど、まあいいや。あ、死んだ。これひどくない？ビアトリスも死んでったんだけど。あれ、今のってガチタルカスなのかな？それとも一般人かな？ちょっとわかんないわ。ただ死んでしまったことには変わりない。一般人だったらごめんなさい。じゃあリベンジしましょう、もう一回。またタルカスさんいたんで、これタルカスさんか、普通のさっきの二の舞は踏まない、普通に行く。飛び降りたのかな、ここら辺から飛び降りればいいっしょ、さすがに。おお、いるいるいる、生きてるよね。
動いてる、どこ、開いた、行くぞ。あ、これね、これがね、追尾してくるんだよね。しかもほら、ぶった切れしよう。ビアトリスすんげえ減ってんだけど、なんで。よし倒した。この間も攻撃はできるはず、もう出てるし。よいしょ、うわビアトリス死んだ。マジ何の役にも立ってない。こんなんあったね。そういえばちょっと間合いを取って回復する。あれタルカスさん、なんかすげえやられてる。ただ今のうちに火力がなくね俺。痛え、あれがわかんねえな。来てる来てる来てる。タルカス死んだっぽい。タルカス死んだっぽいな。あ、捕まれた。これがやばいのか。いや、なんとかしてなんとかして。レバガチャすればどうにかなるって言われてもないか。なんか溜め始めたら危険なんだろうな。スタミナも管理しつつ。あ、来てる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 。ちょ、もう訳がわからん。行って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 。はい、じゃあもう本当に最終リベンジにしたいですね。今度はね、あの人呼んだんで。あの人っていうか普通の白ファン君を呼んだんで、これでね白ファン君にちょっと頑張ってもらって4人の交戦終わりにしましょう。これゆっくり降りないとね死んじゃうからねマジで。ちょっとソウル回収したい。で内なる大陸ねちょっと使おうかなと思ったんですけど、安全に行きましょう。うわ、減ってる。大丈夫か。よし、次、これがね、結構チャンス。緑化層振っとけばよかったかな。緑化を食おう。あれ緑化が食えない、なんで。よくわかんねえ、緑化層が食えねえんだけど。あーでもちょっとビアトリス前よりは役に立ってる。よし、早いねやっぱり。よくわかんないけど。え、緑化が食えない理由が分かんない。深淵だからそんなんあんの。次どこ。お、出てきた。やっぱり複数いると早いな。これはあの人はガードしてもらおう。よし、両手にしよう。あ、やばいやばいやばい、逃げろ。これもね何回かね練習しました、ちなみに。あ、やばい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 、なんとなくわかる。ガードもねできるんですけどね、あれはねやばいね、ぶっ倒れてんね。このなぎ払いがね結構きついんだよね。大地を取って回復しよう。
ビアトリスもまだ結構元気じゃん。月の後に攻撃をする。 OK。 まあ、やっぱりね白班呼ぶと倒せるね。てかね、練習してた時もこの収録してない時ね、一回倒せる時期があったんだけど、結局倒しちゃうとあれいつの間にか倒してるんじゃんっていうことになっちゃうんで、人間性4つ、普通にわざと死にました。おお、ソウルが、ソウルがうまい。俺の死んだやつって回収したんだっけ結局。まあいいや、ここにかかり火があるんで投稿しましょう。これで転送で帰ればいいんだっけ。じゃあ棺の祭事場へ戻りますと。いや、やっぱり苦労したねここも。やっぱダークソウルはね、ひたすら練習だよ、ひたすら練習で。あと間が空くとだいぶ忘れるっていうのがあるんで。でもう深淵のこの契約はいらないんで、まあ、貪欲な銀の蛇の指輪にしますか。で次は公爵の書庫か、なんだっけ、混沌の苗床のところのどっちかなんですけれども、どっち行こうかなという感じですね。まあ、ソウルがね8万くらいあるんで、これはこれでちょっと消化しよう、レベル上げする。多分今の状況だとね、時給が低いんだよね。時給も3くらい振っちゃおう。時給25、体力なんて18しかないからな。じゃあ今回は、このくらいで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。